人やとかいう表現をしてはいけませんって言って、うん、ミスコンとかもあんまり開かれなくなってきた。あ、そうなの？そうらしい。もったいない。もったいない。ねえ。何の話や。特にね、僕のね、大阪の師匠の子可愛いから。あ、可愛いですね。もういつも ミスコンに出したいと思ってた。あ、いい線いくんじゃないですか。ね、むちゃくちゃいい線いくと。いい線いくと。ただね、うん、まあ僕だけのものにしておきたいから、あんまりね、大衆の目にさらすのは嫌なのよ。僕だけのものだから。僕だけのもの。何を聞かされてるんですか、僕は。今日何の話しに来てんのかな。あ、そうそう、だから水はありがとうと言ったら美味しくなるのかというやつは、だからその超能力ハンターとしてはですよ、はい、実際そんな不思議なことがあるんやったら検証したい。うん、いや、うん、多分あることもあるのよ、うん、ただ検証はできない。そうなってくるやつ、はい、でも検証しないと超能力ハンターにはならない。そうです。だから結局ね、ほとんど超能力として認定できる人いないのよ、バーディーさん以外。だから水を紙コップに10個入れて、うん、はい、1個だけありがとうありがとうって言って、じゃあ目をつぶってた人がどれがありがとうと言った水でしょうって言って当てれるのか、うん、じゃあそれが10個のうち1回を3回続けてやったら、これは検証になりましょうという話なんですよ、うん、はい、いや、やってもね、当てられないだろうし、つまんない。それよりも、ね、うん、10個ね、カップ用意しといて、はい、ね、あの10人トイロの女性がついでくれてどれが一番うまいか。あ、じゃあ美味しかったやつが自分と相性がいい女性。そういうことですね。ただね、これもいい加減当てにならないんだけどね、あの以前テレビな、どのチャンネルだったか忘れましたけど、見てたら、はいはい、男女のペアが、年齢も、まあ、20代30代の若い男女のペアが呼ばれてスタジオに、はい、素人さん、はい、で、ね、10組ぐらいいました、はい、でそのうち女性がスタジオの奥に向こうに行かされて、はい、こっちに男側が10人たむろして待ってる、はい、そしたら壁に穴が開いてて、そこから片足が出てきて、足が、はいはい、10歩、はい、でこっちの10人の男に自分の彼女、うん、相方の足を当てろという番組があって、アダルトビデオみたいな企画をやっとるわけですな。というか、まあだって、まあ足の膝から先しか出てないから、はい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 、だけど誰も当たらないの。あ、そうですか。はい、自分がいつもペロペロしている足がどれかわからない。わかんないんだって、足だけ見ると。あ、そんなもんよ。だからね、あの、ありがとうありがとうって言ってる水が当たらないと言っても、うん、その人の能力がおかしいとか、そういうふうに責めては悪い、うん、だからまあその催眠術的な話ですると、うん、じゃあ目の前で10個入れて、目の前でありがとうありがとうって言って、うん、じゃあ飲み比べてくださいってやったら、あ、これだけなんか美味しいですって。そう、それはあると思う。そのなんていうの、そういう気になるというかね、うん、スパセボとか、うん、なんかそういう効果があるでしょ。あ、そのプラセボね、はいはい、スパセボじゃない、プラセボ、プラセボ、うん、スパセボっていうのはロシアありがとうありがとうってことでした。そうそう、だからね、あ、でもいいんじゃん、水にありがとうありがとうって言ってりゃ美味しくなるんだから。あ、じゃあロシア語でスパスイバ、スパスイバ、スパスイバって言い続けた水は日本人には美味しくなるのか、ロシア人に美味しくなるのか、これも、いや、だからそういう検証をしたい、うん、それこそ佐藤光雄さんも読んで、はい、やりたいんだけど、いや、でもこれあまりにつまんない。あ、そうですか。食指が動かないですか。動かないな。あ、そう。ただね、さっきバーディーさん言われたでしょ、人間はね 70% から 80% は水でできてるわけですよ、ええ、だから例えばこれ僕実感したことがあるね、ええ、僕ずっと35年間女子大で教鞭取ってきたから、その女の子ってのは、うん、あの女子大に入ってきたばっかり、まあ、18歳ぐらい。いいですな。まあ、いいでしょ。いいですね。でも、まあ、人によっては、まあ、ごく普通の子。はい。でもね、あえて僕らが、いや、君かわいいねとかね、かわいいじゃんとかね、うん、じゃん言ってると、うん、
だんだん綺麗になってくんね。あー、それはある、うん、あるでしょ、ある、わかるでしょ、わかる、うん、あれ8割が水だからかな。いやー、どうでしょう。まず一つとして、うん、こっちの慣れというのもずっと見てると可愛く見えてくるという、そういうね、理論があります、うん。なんかよくあるのが小学校中学校とかで、うん、クラス替えをするでしょ、はい、でクラス替えをした日に、うわ全然可愛い子おらへんな、うん、うちのクラスはと、最初はね、いやなんやもう、うん、うわ可愛い子おらへんわ、もうひどいクラスになったら1年間地獄やわってなってたが、1ヶ月後ぐらいに、はい、あ結構可愛い、うん、慣れというものが、うん、あれうち美人ばっかり、あの子もあの子もあの子も、最後にはそうな、最後には、うんうん、でもまあ慣れというかね、なん確かにそういう理論があるんですよ、うん、本当に見慣れているうちに可愛く見え始め、美しく、うん、それが美の定義になってしまう、そう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 、だから人間ってね、だから昔バーディーさん若いからご存じないでしょ、昔の日本って結婚は大体お見合いでやってた、ね、まあまあそうでしょう ね、うん、あれ親が決めたとかね、はいはい、そうすると結婚式の当日あるいは1ヶ月2ヶ月前に初めて出会ったという男女が、はい、まあ結婚して一緒に暮らして、うんうん、そうするとね最初のうちは何この変な人と、まあまあまあ、まあ、勝手に決められてね、うん、ところがねだんだんあなかなかいいと両方が思ってくるんですって、はあはあはあ、しまいには相思相愛というかね、はあはあ、よかったもうね、まあまあそうです、慣れの部分がね、うんうん、あれねまあそうしないと波風立つから、うん、人類が平和に維持できるための、まあ、神様が作ってくれてる一つの本能ですかね。まあまあまあそうかな、うん、慣れっていうのはね、うんうん、ちょっと話それましたけども、はい、ありがとうと言ったら女の子がありがとうじゃない、可愛いねって言ったら女の子が可愛くなっていく、はい、そうです、それは事実です、水だから、水だから水だから、それはどう、水っていうよりも精神面とかじゃないのかな、でも精神面で可愛い可愛いって言われて、うん、精神面で変われるかな、うん、催眠術をね、うん、僕やってますけども、はい、例えば催眠ダイエットとかがあると、ダイエットに効くの、そう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 、つまり食べたくなっても、うん、あなたは食べないんですよと、うん、そういうふうにインプットされたら食べないで済むの、例えば実際にこの商売でされてるのが、うん